はい、こんにちは、こんばんは、シャリです。カルチョビット、左利き選手縛りやっていきたいと思います。今日の試合は、リマッセ大阪との、まあもう関西ダービー、まあ、こうナショナルダービーと言っても過言ではないね。はい。とりあえずリマッセ大阪との試合です。今のところのね、N1 の順位表は、こんな形になっています。レフティ京都1位だね。2分2敗だったね、確かこの間まで。だからあれから1回も負けずに来てるね。はい。確か前の動画がスジョンガとの動画だったね。トップロード成田に勝って、フォルティーロにも勝った。つくばにも勝って、まあ、バラバンディにはまあ、ターンオーバーして06と。で、マイルドラド欧州に勝って、メイソリにも勝つ。でも結構ね、いいね、今のところ。順調に来てる。で、ゴールランキングはこんな感じですね。黒岩豆塚がまあ、11ゴール。あと小松が6ゴールとちょっとなんか少ない感じはちょっとするけど、どうなんだろう。で、アシストランキングはこんな感じです。川内が、まあ、7アシスト。これも日本代表呼ばれるんじゃないでしょうか。みゆきも5アシストしてくれてるね。無敵が11アシストはさすがにしすぎだわ。で、アジアチャレンジトロフィーの結果は、はい、こんな形になりました。ルフティ京都はまあね、まあ、最下位で負けましたね。はい。もう、サブ組で行きました。はい。無理です。勝てません。で、リマッセ大阪がね、まあ、決勝まで行って、まあ、決勝も勝ってたね。で、リマッセはこのワールドカルチョクラシック出場できてる。選手は結構いるんだけど、やっぱ選手層が薄いね。うん。まあ、うちのチームと比べると、まあ、選手層はある方なんだけど、まあ、これさすがに世界で、こんなに疲労度赤でやっていけるのかな。まあ、怪我人が出なければいけんじゃないって感じですかね。はい、じゃあ、とりあえず、リマッセ大阪で行きましょう。まあ、とりあえずね、もうリーグ戦はもうリマッセをおとなしくしてもらいたいね。はい。フォーメーションはいつも通りの5人さん。でいきます。ちょっとくしゃみが出そうになった。はい。先日もちょっとやろうか。ノエルちょっとマークしとこう。熊谷をマークするとか、マークしてこのアリサとか。まあ、いっか。とりあえず、ノエルだけマークしときまーす。はい。勝率は、アウェイで 33%。まあ、悪くない。もう、うちのチームもね、弱くはないから。うん。スタメンのメンバーは結構強いよ、ほら。この、川内のこの D なくしたいわ。早く。小松ちょっとアタッカーじゃなくてストライカーの方がいいのかもしんないね、もしかしたら。アタッカーになったらちょっとあんま得点が決まんなくなった気がする。やっぱサイドバックはアシスト結構つくね。ちゃんと弾けよ。あべ、ナイス、西川。あ、ちょっとディフェンスライン。まあ、これ引き間は強いんだけど、この郡山、西川ジャンプしってのがちょっとね、ちょっと良くないね。ナイス、小松。いいディフェンスだよ。いやー、ファールないでしょ、それ。クリア。オッケー、クリア。ここから黒岩が持って、豆塚が走るが、後ろにパスを出す。ちゃんと繋いで、お、かわした。これは、チャンスになるんじゃないか。いやー、ヘディングできないと、まあ、さすがありますよね。いやー、ちゃんと、戻って守備してくれてんだけど、小田切とかも。ファールなのか。結構審判ファール取ってくるね、今回。大好き。今のところ悪くはない。結構チャンスになりそうだからね。大丈夫か？いや、かわされる、かわされる。あぶね。キーパー取って。あぶね。いや、アリサ強えな。さすがだわ。黒岩に、いやー、当たらないと。まあ、前半のうちに1点取っときたいところではあるが、あるか。クロスから？いや、中いないと誰も。待ってから小松が行ってきたけど、合わないよね、それは。まあ、相手は面白いと打ってないから、悪くないんだよ。いや、フォール取りすぎじゃない？ちょっと。あいつの審判、ちょっと、おかしいだろう。相手の審判って、違うか、この試合の審判おかしいって。これはサイドにやって、右側がある。ここがクロス。黒岩が決めて、お願い。いやー、篠山に、ブロックされる。いや、まだ歩くと思ったけど、取られると。いやー、これ大丈夫か。ここなんとかしてでも勝ちたい。正直ここ引き上げでもいいな。負けなければいいから、正直。一応確かね、リバースには勝ってるんで、フォームで。確か勝ってた気がする。てか、相手しかも結構疲れてるからね。疲労度赤マークの選手ばっかで。オッケー、とりあえず0対0で前半終えた。まあ、後半から相手きつくなっていくんじゃない？スタミナもないでしょ。まあ、言うてあるな。
うちのチームの方がちょっとスタミナなくなってきてる。まずい。お、よく取った。これファウルないね。なんか入れて、いや取れないと困っつ。いや取れそうなんだけどな。もうちょっとフォワードの選手も守備頑張ってもらいたい。危ねえ、横に今クモカイに合わせられたら終わってたな。取れる。やめて。いや、オフサイ、あ、よかった、オフサイだから。いや、ギリギリだったね。終わったと思ったよ。前で選手交代してきた。うちのチームも選手交代したいんだけど、選手交代してなんか強い選手いないから、ベンチに。そこがやっぱ良くないよね。やっぱ強いチームってね、あのベンチにも強い選手いるからね。オフコソコ、いい裏抜け。よーし、ナイスゴール。先生、ここで、横勝てるぞ。リマスよ、突き落とそうぜ。リマス、こっからね、マジで、覚醒して、全勝するっていう道もあるから、ここでこういうところで勝っておかないとね。何起こるか分かんない。じゃあ、このまま行った時の、じゃあ順位表見るか。勝ち点32。まあ、悪くはないんじゃない。失点15。まあまあまあって感じかな。ちょっと1点多いかな。1試合平均1失点ぐらいにしてもらいたい。まあまあ、いけるぞ、これ。リマス、あ、決められそう。いや、これリマスってさ、7位まで落ちるやんって言おうと思ったんだけど、ちょっと決められちゃったわ。何やった？どうせノエルにやられたんだろう。違う？違うわ。いやー、まあまあまあ、ちょっとここさすがに静止固定しないとまずいわ。フリーマン入れるわ、ちょっと。育ててきた。オダイルに変えて、フリーマン。ちょっとアタッカーだけでもいいよね。どうしよう、あと。西川を変えるか、今先に。とりあえずこの2枚替えでやってみよう。いや、怖いな、勝ちたいよ。勝たせて、黒岩さんちょっと頼むよ。何やってんの？いや、危ねえよ。誰がミスったパス、ミスった人は、ゆきひこさか、岩崎誰だ？ちょっと見てなかった、全然。ちょっと、ああいうパスミスはやめてね。いいパス、いや、小松これ、さすがに決めてよ、お願い。ナイス、オッケーオッケー、素晴らしい。2対1。これまたね、勝ち越すと。いや、いけるぞ。もう1点でも正直欲しい。もう1点取って安心したい。そう、サポーターに言ってる通りよ。もう1点取ろうぜ。川内のパス、よかったね。いや、引き間だった。まあ、小松のスピードが来たわ。よかったよかった。いけるぞ。守備ちょっと頑張れよ。気抜くなよ。誰が、かわす。いや、かわせ、ナイス、よく困っちゃった。ファールないよ。これ、取りてえな、点。奥二人。いや、これ、合うんじゃない？いけるぞ。まみつか。よーし。よしよしよし。三点目。これも勝ったでしょ。まあ、でも、油断するなよ。大丈夫。このままいけば勝ちだから。いや、これ、いいクロスだったね。よく、まみずかも剥がせたな。あ、けど、キーラか。ウィングバックの。キーラ結構強いよね。まあ、そこそこ強い。オッケーオッケー。完璧ですね、今のところ。ここでしてやめて。あぶねえ。小松が、いや、取れないんかい。ちゃんと収めてよ、そこを。いや、大丈夫、大丈夫、大丈夫。まだ時間はある。まだ時間はあるじゃない。もう時間はない。大丈夫、大丈夫。ちょっと俺、守ります。守ります。はい。ちょっと、よくわかんない気もしますわ。はい。とりあえず守ります。絶対、もう時間稼ぎ。もう終わりでいいから。このまま終わりでいい。勝ってるのこっちは。もうあと、試合時間はもう1分ぐらいしかない。1分じゃない。2、3分だろ、ロスタイム含めて。取られるだよ。取られたらダメ。OK。終わり。オッケーオッケー、3対2でなんとか勝利をすることができました。いや、よかったね。結構シュート打たれたけど頑張ってくれたわ。いや、これ今っすよ、アウェー勝てたのでかいぞ。よしよしよし、これは優勝も結構見えてきたんじゃない。はい、今っすよが、7位まで落ちましたね。でもこれ今っすよも上がってこれないでしょ多分、うん、まあでもまだわからない。はい、
チェンジもこんな感じ。まあ、触れるところはどこにないかな。はい。で、一応オファーなんだけど、ちょっとね、左利きがいないんだよね。断られた。ちなみにこの間のなんか中国人選手も、このキャンデロロ、スタイナー、これ全員左利きなんだけど、キャンデロロ欲しいな、普通に。でも1億も予算ねえんだよ。スタイナーも欲しいけど、予算が足りない。マーレー、いや、スタミナエースは正直いらないかな。中野、フォワードはいらない。ケタでも背強いんだよな。いやー、でもちょっと、今フォワードいらないんだよ。センターバックにコンバートってのもありなんだけど、この中野って選手を。まあ、いいか。月島。この間オファーして断られた選手だよね。いやーでもなー、テクニックいいってのがちょっときついんだよな。ちょっといい選手が見つからない。ちょっとまたオファーできないわ。ちょっと今シーズン多分このまま、てかもういいか、次の試合飛ばすわ。この週で、オファーできないと、もうこれ無理だね。レザンスか。予算ないですね。ニコルソン、予算ないですね。いやー、森尾。いや、これ森尾選手いいんじゃない？いや、どうしよう。森尾ちょっと獲得してみるか。移籍期間最終日だね、今日。ちょっと、いや、でも、いや、どうする？獲得するか？いや、めちゃくちゃ迷うんだけど。いや、するか？結構いいよ、この選手。3500万で。メンタル上げやすいしね。はい、ちょっとオファー出します。はい、じゃあ一応ね、この森尾選手にオファー出したんですけど、じゃあこの試合がね、これ、浅草サンダーボルトの試合が終わったら、一応オファー確認できるんで、いや、まあでもどうしようかな。まあ、オファーの回答が次の動画で、まあ、教えたいと思います。じゃあ今回はこれで終わりにします。リバースを泳がせ、勝ててよかった。ご視聴ありがとうございました。